本日は、今回も TRJ150W のラウンドクルーザーのプラド、うん、TX のグレードの内装を紹介していきたいと思います。うん、さっき本の動画でね、まあ、外装をやったんですけど、やってるけど、さっき試合のあれぐらい紹介しとこい。あ、もう一枚、うん、ではこのランクルの乗ってはるまあ、あのシュート、ね、紹介しましょうか。シュートの、シュートの MMA の総合格闘技をされてるシュートでされてるコイルコンをお呼びしてます。どうぞこんにちは、こんにちは、まあ、まあ大会のとかあの辺でな、はい、うん、そうですね。だから外装のあのあれで詳しくは見てもらって、はい、今回はまあ大会の日時とか、うん、を言ってそろそろあんねんな大会な、はい、12月20日にあります、うん、でそれは勝つねやろ。勝ちますな、はい、もちろん KO で。で負けたら KO にすんねんな。負けたら KO にします。もう送迎 KO な、送迎 KO で、うん、だいぶ下げます。そんな感じ、うん、はい、でテレビ放送とか。テレビ放送はアベマ TV で、うん、もしかしたらあるかもしれない、うん、まあ見てください、はい、お願いします、うん、応援してください、お願いします。チケットとかは。チケットとかもあります。あります、はい。いつから販売はもうしてます。はい、うん、販売もしてるので、よかったら公式ページがあるので、はい、お願いします。シュートの公式ページからご購入ください。はい、新大阪で試合します。12月20日です。名前言うたかな。いや、言ったか、まだ言ってないですね。田上小ゆるでやってます。小ゆるな。小ゆるです。うん、OK、はい、お願いします、うん、まあホームページでそれ名前検索したら出るやろ。あ、出ます。田上漢字で小ゆるひらがなで、うん、OK、お願いします。うん、はい、ほんなら内装ちょっとこれな、風呂で切れすぎてちょっとな傷ついたからザッと内装行こうか。どうぞ社長。うん、私取りますわ。まあまあこんな感じやね。こんな感じですね、全部自動で、うん、で2人がちょろちょろ映って、ちょっと映しながらするわ。まあまあこの辺はやっぱり車がやっぱりええから、うん、な、シートもこれ電動ってことですかね。電動、うん、電動ですよね。電動、うん、ほら、あらな、うん、もう全部電動やね。電動ですね。これなんやの、これなんか分かれへんね。上下じゃない。いや、分かれへん。高さなんやろ。ちょっと分かれへんな。まあ知ってる人教えてもらったら。じゃあ分かれへんな。うん、であとはナビはまたでかいしな。私が一番好きなアシフトノブですね。アシフトノブな、うんうん、ええわな、かっこええわと思った。もうタバコ吸ってんの。タバコ、いや、お父さんだけです。中でなんかアイコンだけですけど。ああ、そうやな、はい、まあハンドルとかはな、もう定番で全部操作ができるわな。うん、うん、でかいわ、うん、な、うん、ほらな、カップホルダーとまた別でこうついてるもんな、小物入れ。ああ、そういうことですね、うんうん、うんうん、そこがちょっとちゃうとこやな。うん、まあ乗らんでも広いの分かるやろ。うん、こんな感じ分かる、うん、これでもあれか、やっぱりシートがこいつやから、あのテーブルは出てけへんねんな、バチンとな。あー、ま、シートにな、あれみたいにね、うん、シートの、うん、あの車で紹介したかな、なんかありましたね。まあ、だからボクシーとかでも見なせやし、うんうん、このなバックランプを変えてから傷つけへんかな。社長の腕の見せ所でしょ、うん、でまあ開けるのはここちゃうからな、はい、ここな、ここでーす、うん、しょ、うん、うん、カメラも見てたし、そう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 、ね、中にあった、うん、すごいですね、やっぱりファミリーカー
これでも、これでもシートになるやろ、ここ。なるみたいです。なあ、ここな。これで。1,2,3,4,5,6 7人乗りか、うん、なこいつがバーンと上がってくるねんな、はい、うん、ちょっとまあさらやからね、うん、うん、みんな全然やもんな、もうな、うん、やっぱすごいですね、ほんまに触れたとこみんなな指紋つくもんなうん、こんな感じやね、はい、ちょっと待ってよ、よいしょ、うん、まあ、でっかいわな、これない、あ、ETC か、ここにあれがないな、置くところがな、おこれもこっちとこっちでな、してた手前やったらここやろ、でこっちが開けたら、ああそういうことね、そう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 、二段の上と下で、そう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 、開けるところが違うってことね、うんうん、そうそうそう、すごいですね、やっぱりここは変えたいとってな、 LD な、なんうん、これは変えたいとな、内側も真ん中になるんですね、そう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 、もうこの後ろは、あ、ナビのあれだけか、うん、でもこれ閉まられへんやな、もうな、あ、閉まるんです、な、このでかいやつはな、また邪魔にならないっていうのがいいですねなあ、まあ、こんな感じやな。やっぱりこっちは両方ともな。うん、あとどっか紹介しないとかあったかな。ないな。そうやな。はい。ホイールもしたな。足回りぐらいしとこうかええか、だからちょっとこのランプを変えれるところを変えていこうか、ちょっとな、変えれるとこ変えていこうかな、これバックランプやな、3つあんのかな、2つやな、うん、ちょっとこれ変えていこうか、はい、ではどこの、これを取るんちゃうで、トランク、トランクを、あ、まあ、LED、 あのここも LED に変えていきます、こっちも一緒やから、はい、とりあえず変えていくわな、はい、コイルやるか、できです、終わったら親父も怒られるやろ割ってまいそうです、俺も怒られるか、しばかれへんから大丈夫でしょ、まずここやな、このボタンの横ぐらいに前かな、前側にめがけてこの爪があんねやんか、ちょっとこれ、うん、いいよ、ここやな、入る爪があるからここを、うん、手汚いからな。よいしょ。うんうん。バックランプはちょっと許してもらおうか。これと玉2つあるで。な。ほんまや。玉2つあるから、1個足れへんのじゃん。な。1個足れへんよな。え。箱が出されへん。よいしょ。あ、あるわ、うん、2個セットやな、よっしゃ、これキャップじゃないよな、キャップこのままつけるよな、うん、で、ちゃんと落としてくれてる、はい、
指が手で見え指が太すぎてこれあかんよな。これ指が太すぎてあかんな。なんかつまむやつあるかな。うん、ラジペンとかその顔落としとこう。ちょっと曲がっててもいいです。ああ、どっちの方がやりやすい。いや、その両方ともやりにくいな。やりにくい。グリップの、あ、ええわ、その曲がってるやつええわ。マスキングします？うん、やるわ。これは新車はやっぱ嫌やな。な。これは免許取って当ててな。そうですね。うん。当てたら芝刈りそうです。な。ご苦労です。そうやな。入んのは入んな。よいしょ。あ、これ どっちもいけるやつかな。あ、どっちもいかれへんやつやな。よいしょ。うん、オッケー、できました。うん、で、こっちやね。こっちの後ろ側をさっき入れてる。うん。汚しないか。一針汚しないか大丈夫か。オッケー。うん。はーい。まあ前は一緒やから。うん。な。そうですね。うん、よいしょ。社長お人形さんみたいな。これ気使おう。これ並んでる。これもうちょっと待ってもらおうか。ちょっとバックランプな。そうですね。ちょっとな、言うわ。コエル君も来てくださってます。これは怖いよな。社長。こんな感じね。はい。なら前カーで締めようか。なはい。次を社長とコエル君で行って。はい、では先ほどから映ってくださっているのが12月20日に試合をされる。頑張ります。頑張ってください。コエル君です。負けたら敬遠です。勝ったらランクルでね。そんな感じで、はい、頑張ってください。まあなまたちょいちょい動画出してるから。そうですね、ま、よかったらチャンネル登録、はい、高評価よろしくお願いします。お願いします。ではじゃあねー。